エイベックスマネジメント学園。トリプル A、アタイ進次郎が部長に就任し、新たな部活を立ち上げた。その名もエイベックス写真部。プライベートでもカメラを欠かさず持ち歩き、海外で撮影した写真を集めたスタイルブックを発売。さらに自身の SNS にてプロ顔負けの写真をアップするなど、エイベックスマネジメントを代表する無類の写真好き。そして部員にモデル西田有沙、俳優竹志直樹、東京女子流庄司明の3名が参加。エイベックスマネジメントを代表する写真好きたちがさまざまな企画に挑戦します。どうも、使用しているカメラはオリンパスの EM1 です。写真部部長のトリプル A の新次郎です。使用しているカメラはルイックス、東京女子流庄司明です。よろしくお願いします。使用しているカメラはニコン FM10 とニコン D7000 です。めっちゃなんかすごいね。俳優の竹志直樹です。よろしくお願いします。俳優っぽい。使用しているカメラは iPhone です。あれ、西田有沙です。西田さん、はい、iPhone? iPhone 俺ら結構まあまあいいカメラ。まあまあいい、あの一眼系の。いや、オフじゃないですか、うん、めっちゃいいの撮れますから。いや、わかる。なんとかなります。 iPhone なんとかなるよね。時々 iPhone の方が綺麗かったりするもん。え、そうなんですよ。夜とかね、本当にすごい写真撮れますからね。いや、たけし君やばいね、それ。はい、これ何フィルムなんですけど、うん、カメラでバイトしてたことあるんですよ。そう、2年間。その時ただカメラ好きで入ったんですけど、うん、もう猛勉強して、あの最終的にカメラコンシェルジュっていうのになって。マジで。はい、もうその店でバイトだったんですけど、うん、店長を抜いて一番カメラ詳しかったんですよ。そう。それカメラマンになったらどう？できれば副業でカメラマンやりたい。そうやね。で、庄司さんは、はい、デジカメ。そうです。あのこのカメラ、あのよく東京女子流で海外に行くときに持って行ってて、あのサンフランシスコに行ったときに300枚撮りました。お、でも300枚結構普通ちゃう。あれ。何日間ぐらいでっていう。5日ぐらいです。1日で結構300枚ぐらい撮るよね。撮れます。全然撮れます。では皆さんの写真好きっていうのはすごい分かったので、はい、副部長を決めたいと思います。今回は写真好きの部員たちで争う副部長決め写真バトル。そのテーマは活動一発目ということで、はい、日本一の山富士山を撮影しましょう。お、富士山。そう、今回のテーマは世界遺産にも登録された日本一の山富士山。果たして副部長に選ばれるのは誰なのか。早速スタートです。さあ、というわけで富士山が綺麗に撮れるスポットがある麓にやってまいりました。3人がやってきたのはカチカチ山の舞台にもなった富士山の撮影スポット、河口湖天井山公園。おー、ロープウェイ。早速ロープウェイに乗って撮影スポットのある山頂へ向かうと、すごい綺麗。そして日差しが眩しい。そこには富士山を望む絶景が。あれ富士山じゃない？あれ本当だ。あれ富士山じゃない？でも見えてきてるよ。浮いてるみたいじゃないですか。なんかね、浮いてるね。あ、なんかこういう富士山もいいですね。すごい。写真撮りたい。あっちの方も。すると、うん、いや本当に遠くまで見える。いや、これはもうちょっと待って、早いですね。はい、私だけかな。ちょっと何ですか？見てもらっていいかな。あ、なんかね。その先にいたのは、あれ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 、校長先生。校長先生ですね。ずっと風も吹いてますけど。早く気がついてこいよ。校長先生。そう、山頂にいたのは我らが校長 DJ コウ。写真部がいよいよ活動するということで、いても立ってもいられず前日から現地入り。このロケのために早朝からスタンバイしていたのだ。おはようございます。おはようございます。お待たせしてすみません。お待たせして申し訳ない。俺がさっきからこうやって、これは絵描く時でしょう言われるかなと思ったら、いやダメだから今日は言わせて。よろしくお願いします。
ということで、ここからは校長も合流。改めて活動スタートです。 AMG 学園は普通の目線ではやりません。はい、なので、はい、あの本当にプロの、もう昔からお付き合いさせていただいてるカメラマンの人に、はい、直接こういう形でやるんだけどっていうのを聞いてきました。おお、まず富士山、うん、はい、前傾を入れます。お、前傾。そして富士山をより贅沢に見せる。はい、うん、富士山と何かを一緒に入れて、いろいろな面白い撮り方があるんではないだろうか、はい、というところで、DJ4 を入れて撮ってみよう。おお題してマウント富士プラス DJ4 イエーイということで、写真部のメンバーには校長こと DJ コウをモデルに富士山をテーマとした写真を撮ってもらいます。じゃあスタートの掛け声を、せーの、あー決め方ないだね、はい、次回の写真部はカメラ浮きだ。雄大な富士山をバックに校長が大暴れ。悪いな。ルナシンド杉蔵のソロ。果たして副部長の座は誰が手にするのか、お楽しみに。